井ノ井美佐子は、日本のフリーアナウンサー。TCP アーチスト所属。香川県高松市出身で、愛媛県松山市育ち。愛媛県立松山東高等学校、神戸大学卒業。ファイナンシャルプランナーの資格を持っている。書道は、小学生から現在まで習い続けている。2010年12月2日に自身が担当するウォッチン。宮城の中で結婚を発表。 相手は東北楽天ゴールデンイーグルスの取材で知り合った日刊スポーツの記者。2011年3月30日に自身が担当するランチボックス L の番組内と社内のブログにて東北放送を3月限りで退社することを発表した。2012年1月に第一子となる男児を出産。フリーアナウンサーの柳瀬若菜とは高校の同級生で NHK 松山放送局でも同期。東北放送でも2年6ヶ月の間、同僚として務め、共演したラジオ番組で、高校時代の話などをしていた。宇宙や、天文の話が好きで、他のアナウンサーから、宇宙博士と呼ばれることがある。カマスでは、コスモミサコというコーナーも持っていた。テレビ、大阪在籍時、大阪近鉄バファローズの岩隈久さ投手が、 連勝記録を作った試合のヒーローインタビューを担当した。数年後、東北放送の番組で楽天に移った岩隈投手にあの試合のヒーローインタビューをしたのは私ですと言ったが、全く覚えていないと言われた。2010年12月2日の日刊スポーツ、東北面に結婚の記事と夫との2ショット写真が大きく掲載された。ありがとうございます。